こんにちは、フェイクアルファスタッフの福井です。本日の商品紹介の方をさせていただきます。本日ご紹介する商品は、明日12日ですね、21時、掲載予定の商品となっております。お問い合わせに関しましては、ウェブ掲載後、ウェブストアの方によろしくお願いいたします。その他詳細は概要欄に記載してありますので、確認していただければと思います。それでは T シャツからご紹介していきます。まず一着、チャンピオンですね。WXL 表示の USS ですね。の一着で、レイダースですね。比較的珍しいかなと思いますね。プリントはラバーで入ってる一着ですね。で、全体的にフェード感ありますが、目立ったダメージ等はない一着かなと思います。普通にきちんと目がついてるものになっております。WXL ですね。着丈やや長めかなと思いますが、僕でも着れるぐらいのサイズ感はあります。こちらでお値段のが7800円に消費税となっております。続いてこちらですね。フルーツの L 表記のものとなっても、きちんと US 製のものとなっております。グレーボディにネイビーのプリントがラバーで入るものとなっております。こちら脇のところがやや黄ばみありますが、そこまで目立たないかなと思います。こちらラージ表記ですが、丈長めのラージですね。フルーツボディらしい長さになってますね。こちらでお値段の方が5800円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらのタグが付くミディアム表記の USA 製のものとなっております。プリントではこちらフロッキーですね。で入っているものとなっております。フロッキーややかすれが見受けられるようなコンディションではありますね。全体的にコンディション的にはいいと思います。ダメージ等も見受けられないですね。ミディアム表記でこちらでお値段の方が7800円に消費税となっております。続いてこちらですね。チャンピオンのこちらのタグがつく、エクストララージですね。の表記がつく一着となっております。グレーボディの一着ですね。ラバープリントで大きくプリントが入るものとなっております。こちらも目立ったダメージ等なくコンディション的には非常にいいかなと思います。こちらは僕でも着用可能なサイズ感はあると思います。こちらでお値段の方が6800円に消費税となっております。続いてこちらですね。ジャージーズのミディアム表記の一着になっております。STP ですね。のプリントが入るものですね。ラバーで斜め掛けのように入っているプリントで非常にかっこいいかなと思います。こちらもやや使用感、まあフェード感ありますが、全然まだまだ着ていただける一着かなと思います。こちらでお値段のが7800円に消費税となっております。続いてバンド D ですね。こちらタグの方が欠損してしまっているのですが、エアロスミスですね。こちらも全体的にすごいフェード感があって非常にかっこいい一着かなと思います。バックにもきちんと大きくロゴが入るものとなっております。サイズ感非常に大きいですね。まあ、僕でもダボっと着れるぐらいはあるので、まあエクストララージアップぐらいはあるサイズ感になるかなと思います。こちらでお値段の方が19800円に消費税となっております。続いてこちらですね。よいしょ。こちらの一発古い方のヘインズのタグが付くものでラージ表記の一着となっております。ベージュのボディにブルースブラザーズですね。ラバーでプリントが入っているものになっております。こちらも全体的にダメージ感は少ないですね。で、バックにもプリントが入るものとなっております。こちらラージ表記ですが、実質ミディアムぐらいのサイズ感になるかなと思います。こちらでお値段のが12800円に消費税となっております。続いてこちらですね。タグがスプルースですね。非常にいいですね。で、エクストララージ表記で、エリック・クラプトンですね。めちゃくちゃいいですね。全体的にフェード感効いてて、まあ、ナスコンのようになっている。非常にかっこいい一着かなと思います。ツアーの T シャツですね。こちらエクストララージ表記で、まあ僕らとややジャストになってしまうようなサイズ感にはなるかなと思います。こちらでお値段のが39800円に消費税となっております。続いてこちらですね。ジャイアントの表記の一着です。スタグの方がもう擦れてしまって見えづらいですが、エクストララージありますね。オフスプリングスの一着ですね。胸に、まあ、バンド名入ってバックに大きくプリントがドンと入るものになっております。脇のところ多少小穴が見受けられるようなコンディションですね。まあ雰囲気的には全然まだまだ着ていただける一着かなと思います。こちらでオルナンドが19800円に消費税となっております。続いて、こちらですね。デルタのタグが付く 2XL ですね。のボディで、ジョーカーですね。ヒースレジャーが演じた方のものですね。ダークナイトのものですね。バックも無地のものになっております。サイズ感 2XL ですね。僕でもガバって大きく切れるぐらいのサイズ感はある一着になっております。こちらのお値段の方が25800円に消費税となっております。
続いてこちらですね。ジャイアントの L 表記の一着となっております。レイジャーアゲインストザマシーンですね。の、まあ、フォトですかね。バンドのプリントが入る一着ですね。で、バックにも大きくきちんとプリントが入る一着となっております。少し小穴のようなものがあったりとか、全体的にフェード感があるようなボディとなっております。こちらお値段の方が 35,800円に消費税となっております。続いてこちらですね。ジャージーズのエクストララージ表記の一着となっております。きちんと USA 製のものです。白ボディのフォトティーですかね。フォトがラバーでプリントされている一着になります。雰囲気非常にいいですね。バックもこのような感じでプリント入っておらず非常にいいものかなと思います。XL 表記ですね。まあ、やや縮みあるので僕だとジャストぐらいのサイズ感になるかなと思います。こちらでお値段のが 12,800円に消費税となっております。続いてこちらですね。ヘインズのボディで、ラージ表記ですね。の一着になっております。ブリンクですね。少し薄汚れだったりとかは見受けられますが、白ボディの割には、きれいなコンディションの一着かなと思います。バックもきちんとプリントが入っているものになっております。こちらでお値段のが 39,800円に消費税となっております。続いてタグは欠損してしまっているのでレッチリですね。バックにもきちんと大きく入るものになっております。非常にいいですね。メンバー全員のものがラバーで入っている一着になっております。きちんとコピーライトも95年ですかね、96年5年ですねで入っている一着になっております。サイズ感はラージアップぐらいはあるサイズ感になると思います。こちらでお値段の方が 128,000円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらスクリーンスターのベストのタグがつく一着ですね。 XL 表記の一着になります。パールジャムの一着ですね。パッと見まあ読みづらいですが、袖のところにきちんとパールジャムと入っている一着になります。片方だけですね。バックは何も入らないものになります。全体的にフェード感ありますが、目立ったダメージ等はない一着かなと思います。 XL ですね。僕でジャストぐらいのサイズ感はあると思います。こちらでお値段のが 39,800円に消費税となっております。続いて、よいしょ。ハーレーですね。のタグになります。よいしょ。サイズ表記がちょっと見えなくなってしまっていますが、結構でかいサイズになると思います。ハーレーダビッドソンとロゴとスカルですね、が入る一着になっております。袖にも両方パターンが入るものになっております。全体的に小穴等がありますが、まあ雰囲気いい一着かなと思います。バックにきちんとプリントが入るものになりますね。こちら実寸で XL アップは絶対あるサイズ感になるかなと思います。着丈やや長めですね。こちらでお値段のが 15,800円に消費税となっております。続いてこちらですね。ハーレーのこちらのタグがついて、表記がラージ表記ですねの一着になります。ポケティですね。全体的にフェード感あって非常にかっこいいですね。で、胸にハーレーのロゴが入る一着になっております。バックにもプリントが大きく入る一着ですね。非常に着やすいデザインの一着かなと思います。こちらラージ表記ですね。お値段の方が 12,800円に消費税となっております。続いてシャツ類のご紹介になります。一番最初、ブルックスブラザーズですね。16ですね。のサイズ感になっている一着になっております。ボタンダウンシャツですね。2点止めの仕様のものですね。非常に着やすい、フォーマル、カジュアル、どちらでも着れるような、いい一着かなと思います。16ですね。僕だとやや小さいかなと思います。で、トップボタンが欠損してますね。ですが、まあ、着用には問題ないかなと思います。こちらでお値段のが 15,800円に消費税となっております。続いていいですね。よいしょ。マンハッタンですね。で、エリシンが入ってはいないですが、まあ、60年代頃のものにはなるかなと思います。白シャツですが、汚れ等もなくコンディション的には非常にいい一着かなと思います。バックはこのような感じですね。いいですね。サイズ感は15ハーフですかね。ミディアム程度のサイズ感にはなるかなと思います。こちらでお値段の方が 19,800円に消費税となっております。続いてラルフのボタンダウンシャツですね。こちらでミディアム表記ですね。 100% コットンの一着になっております。きちんとポニーも黒で入る一着ですね。細かいチェック柄ですね。紫ボディの一着になります。雰囲気非常にいいですね。ただ袖のところちょっと汚れや焼けですかね、が軽く見受けられるかなと思いますが、着用に困るコンディションではないと思います。
こちらミディアム表記でお値段の方が5800円に消費税となっております。続いてこちらもポロですね。アルフローレンのラージ表記の一着になりますね。こちらも 100% コットンのものになっております。こちらは黒白グレーですかね、の配色のチェック柄の一枚ですね。非常にコンディションもいいかなと思います。バッグはこのような感じですね。雰囲気非常にかっこいいシャツです。こちらでラージ表記ですね。こちらでお値段のが7800円に消費税となっております。続いてペンドルトンですね。こちらのタグがついてミディアム表記の一着になっております。暗めのトーンの一着になってますね。ブラウンベースの一着ですね。こちらも目立ったダメージ等は見受けられないかなと思います。非常に配色もかっこいい一着かなと思います。タンタケで非常に着やすいと思いますね。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税となっております。続いてスウェット類のご紹介になります。こちらはヴィンテージのセットです。タグの方は欠損していますね。でこちら、まあ、ネイビーボディが退色してこのようなカラーになっているような一着になると思います。雰囲気系の一着ですね。プリント部分結構もう小穴が開いているようなコンディションですが、まあ、レイヤードとかでうまく組み合わせていただければかっこよく着ていただける一着になるかなと思います。雰囲気抜群の一着ですね。サイズ表記、まあ、ないですが、だいたい、ミディアムぐらいですかね。ある程度、伸ばせることはできるかなと思います。こちらで、お値段の方が 29,800 円に消費税となっております。続いて、リバースイーブになりますね。刺繍タグのエクストララージですね。の表記の一着になります。グレーボディに紫の白ワックプリントですね。非常にかっこいい着かなと思います。こちら袖のところも目立ったダメージ等はなく、コンディション的にはいいかなと思いますね。ここに少しシミがあるぐらいですね。バッグはこのような感じになっております。エクストララージ表記ですね、まあ、僕でも着用可能なサイズはあると思います。こちらでお値段のが 15,800 円に消費税となっております。続いてリバースで、こちらですね。こちらも刺繍タグエクストララージ表記の一着になっております。こちらもグレーボディに黒枠緑プリントですね。ラバーのプリントが入っておりますね。めちゃくちゃかっこいいですね。あまり見ない黒緑のプリントかなと思います。こちらも状態非常にいい一着かなと思いますね。こちらも XL 表記ですね。僕でも着用可能なサイズ感になっております。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね、刺繍タグのスモール表記ですね。スモール表記珍しいと思います。でハーバードですね、プリントもいいですね、のラバーが入っているものになっております。若干薄汚れ等が見受けられるようなコンディションですが、そこまで気にならないかなと思います。まあスモールサイズ非常に出てきづらいと思うので、女性の方とかにおすすめな一着ですね。こちらでお値段のが 12,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらも刺繍タグのラージ容器の一着になっております。ネイビーボディにイエローのプリントが入る、非常に配色かっこいいですね。で、ラバーもひび割れていい感じの雰囲気の一着ですね。状態的にはこちらもコンディションは問題ないかなと思います。非常に雰囲気いいですね。こちらでラージ表記ですね。お値段の方が 19,800 円に消費税となっております。続いてセーター類ですね。こちらポロのものになっております。ラージ表記で 85% コットンの 15% リネンですね。のものになっております。雪柄ですね。非常に かわいいですね。よいしょ。こちらも目立ったダメージ等はなく、コンディション的にはいい一着かなと思います。こちらラージ表記ですね。お値段の方が 7,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。ジャンセンですね。ミディアム表記 USA 製のものになってます。75% ウル、25% モヘアですね。の一着ですね。アーガイルパターンにモヘアの入っている非常に洒落たシャツですね。少し、まあ、小穴等が開いていますが、コンディション的にはまだ着用していただけるコンディションになりますね。全然問題なく着用できると思います。ミディアム表記ですが、まあ、多少伸縮性あるので、L ぐらいの方が、まあ、ギリギリ着用できるかなっていうような感じになると思います。こちらでお値段の方が 19,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。マクレガーの一発振り筆記体のものになりますね。で、きちんと USA 製ですね。薄手のニットになりますね。こちらもエンジボディで目立ったダメージ等はなく、コンディション的にも非常にいい一着かなと思います。
ここまで古いマプレーがなかなか見ることないのでお好きな方はぜひお勧めしたいです。こちらお値段の方が 15,800円に消費税となっております。続いてこちらですね、ポロの一着になっております。 WXL 表記のものとなっておりますね。フリースとシェルの切り替えのパターンのものになります。あまり見ない形かなと思いますね。非常にかっこいいですね。ダメージ的にも目立ったダメージもなく、シェルの状態も非常にいい一着かなと思います。フードがついているタイプのものになりますね。中に収納できるようになっております。こちら WXL ですね。僕でも着用可能なサイズ感はあります。こちらでお値段の方が7800円に消費税となっております。続いてよいしょ、こちらですね、アークテリクスですね。ちょっと表記の方が薄くなってしまってはいますが、ラージ表記ですかね、の一着になっております。まあ、フリースタイプのジャケットですかね。きちんとここに刺繍でアークテリクスと入っております。全体的なコンディションとしても目立ったダメージもなく、非常にいいコンディションの一着かなと思います。多少の使用感はありますね。でこちらにもアークテリクスのロゴですね、刺繍が入ります。こちらでお値段のが 15,800 円に消費税となっております。続いてもアークテリクスですね。アークテリクスの XL サイズのものとなっております。もちもちの素材ですね。非常に素材いいです。で、ロゴが胸に入っているものになっております。バッグはこのような形ですね。ジャージ素材のような非常に気持ちいい素材です。XL で、まあ僕でも着用可能なサイズ感はあると思います。こちらでお値段の方が 12,800 円に消費税となっております。で、マクレガーのドリズラーですね。一発古いタイプのやつですね。で、46、大きめサイズですね。になっております。ダメージっていうダメージも比較的なく、コンディションはいいかなと思います。若干それだけスレが見受けられますね。バックはこのような形になっております。マクレガー46ですね。僕でも着用可能なサイズ感になっております。着丈短いですが、まあバランスも悪くないとは思います。こちらでお値段のが 25,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね、ポロのものとなっていますね。サイズ表記がミディアム表記の一着で、 100% コットンのハーフジップのプローバーのスキージャケットみたいなものですかね、になっております。サイドジップついてて、ディテール的にはめちゃくちゃ凝った作りをしてますね。さすがラルフというような感じですね。それ先若干のスレは見受けられますが、着用に問題あるコンディションはないかなと思います。汚れも見受けられず、非常にコンディション的にはいいと思います。ラルフ、いや、若干作りが大きいんで、L サイズぐらいの方までなら、着用可能なサイズ感はあると思います。こちらでお値段のが 25,800 円に消費税となっております。続いてダウンベストのご紹介になります、ね。よいしょ。こちらノースフェイスですね。ラージ表記の一着となっております。ヌプシのダウンベストになりますね。黒青の切り替えの一着になっております。ちょっと油染みのようなものであったりとか、脇が少し縫製がほつれてしまっている箇所があったりはしますが、着用にそこまで問題はないかなと思います。コンディション的にも他は比較的いいかと思います。最終的に L 表記ですね。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。ダービーですね。38表記のものとなっております。ベージュのカラーの一着になりますね。袖先の状態も非常にいい一着かなと思います。汚れ等もないですね。バッグはこのような感じになっています。38サイズですね。ただ L のところのループが少し、レザーのループですね、切れてしまってはいますね。こちらでお値段のが 29,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。ポロのものになります。ラージ表記の一着になります。ネイビー、ブルーボディですかね、のブルゾンになります。MA1 のような形をしている一着になりますね。袖にポロというパッチと入っていますね。で、袖少しダメージが見受けられるようなコンディションですね。よいしょ。こちらにも少し汚れが見受けられるコンディションになります。その他は、状態は良好ですかね。着用に問題はないかと思います。ラージ表記ですが、僕でも着れそうなサイズ感はあると思います。こちらでお値段の方が 29,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。よいしょ。ウールのブルゾンになりますね。結構溢れるんで、リバーシブルタイプのものになっております。
で、デッドストックですね。きちんとフラッシャーがつくものになっております。で、こちら状態としては、多少の薄汚れだったりとかが見受けられたりしますね。あと、リブがこれ、ちょっと、裏地が結構もうボロボロになってしまってはいますが、着用にそこまで困るコンディションではないかなと思います。バッグはこのような感じになっております。非常に形的にも、まあ素材的にも珍しい一着かなと思います。こちらでお値段の方が、49,800円に消費税となっております。続いて、こちらですね。カーハートの一着になっております。サイズ表記ちょっと読み取れなくなってはいますね。で、サンタフェジャケットですね。グリーンボディの一着ですね。リブの状態もいいかなと思います。全体的にフェード感があるような、いい一着ですね。雰囲気ある一着だと思います。サイズ的には、ラージぐらいですかね。のサイズ感はある一着になるかなと思います。こちらでお値段のが29,800円に消費税となっております。続いてもカーハートになります。よいしょ。こちらですね。カーハートで、サイズがエクストララージ表記のものになっております。チョコレートブラウンのような色味の一着ですね。こちらも袖先等は、コンディションは問題ないかなと思います。全体的にフェード感もこちら効いている一着になりますね。雰囲気めちゃくちゃいいと思います。エクストララージですね。僕でも着用可能なサイズ感はある一着になります。非常にかっこいいですね。こちらでお値段のが39,800円に消費税となっております。こちらもカーハートですね。めちゃくちゃ珍しいと思いますね。カーハートの100年のものになっておりますね。で、きちんと古い紙とタグがつくものになっております。で、ラージ表記の一着ですね。デニム地で裏がこういうネルのような素材になっているものになっております。非常に珍しいですね。で、ここ少しインク汚れのようなものが見受けられるようなコンディションになっていますね。で、それ先も結構色落ちいいように、いい感じで落ちてますね。バッグはこのような感じになっております。ラージ表記ですね。結構短丈ですが、横幅きちんとあるので、着やすい一着かなと思います。こちらでお値段のが39,800円に消費税となっております。続いてこちらですね。タグがこちらのタグになっております。ラージ表記の一着になりますね。レイダースですね。すいません。のものになっておりますね。で、袖にもワッペンがついているもので、ボディは銀色ですね。シルバーっぽいカラーになっている一着になっております。バックにも大きくレイダースと入っているものになりますね。サイズ表記、ラージ表記ですね。僕でも羽織るぐらいのサイズ感はありそうなラージ表記ですね。非常にいいと思います。こちらでお値段のが29,800円に消費税となっております。続いてこちらですね。リーバイスですね。ラージ表記の一着になって、ブラックデニムのアシットですね。になります。非常に雰囲気いい色落ちをするアシットですね。きちんと赤タブも残っているものになっております。バッグはこのような形になっておりますね。サイズ表記、ラージ表記ですが、結構身幅しっかりあるものになっております。ラージ表記ですが、まあ普通の XL ぐらいのサイズ感はあると思います。こちらでお値段の方が、29,800円に消費税となっております。続いて、よいしょ、こちらですね。70417ですね。裏地がネルになるものになりますね。水やみ表記ですね。で、こちらも袖先等のダメージもなく、きちんと色もまだ残っている一着になっております。非常にかっこいいですね。バッグはこのような感じになってますね。まあ、ちょっとネルが見えるのも雰囲気あっていいと思います。ミディアム表記ですが、まあ、こちらも作り大きめなので、ラージぐらいのサイズ感はあると思います。こちら、お値段が39,800円に消費税となっております。続いてスペシャルですね。11MJG ですね。三つポケタイプのもののデッドストックになりますね。めったに出てくることはないかなと思います。カフスの状態とかもデッドストックなので非常に雰囲気はいい一着になっております。サイズ容器は36ですね。きちんと縦ベルの刺繍タグですね。になる一着になります。こちらきちんとタグも、サイドタグも残っているものになっております。まあ、保管時の若干のほつれだったりとか、こういうすれが若干見受けられたりとかはするような感じはありますが、まあ、ほぼほぼ出てこないものなので、お好きな方は、まあ、コレクション用にも非常にいい一着かなと思います。こちらでお値段のが298,000円に消費税となっております。
続いてこちらですね。M65 のフルセットですね。スモール表記のものとなっております。まあ、フルセット、もう本当に出てこなくなってきてると思います。まあ、状態的にも非常に、まだまだ着ていけるコンディションになるかなと思います。バッグもこのような形ですね。きちんとフードにも、コントラクトがついているものになっておりますね。非常にいいと思います。スモール表記ですが、まあ、こちらも作り、オーバーコートなので、やや大きめとなっているので、ミディアムぐらいまでの方なら着れるかなと思います。こちらで、お値段の方が、69,800円に消費税となっております。続いても、6号ですね。こちらは、フードが欠損してしまっているものになりますが、エクストラスモールですね。の、まあ、小さめサイズになります。で、こちらは、全体的にやや薄汚れが見受けられるようなコンディションにはなっている一着になっております。まあ、ダメージ等はないので、全然着用に困らないコンディションかなとは思いますね。よいしょ。こちらでお値段の方が、79,800円に消費税となっております。続いてスペシャルですね。よいしょ。見えづらいかもしれないですけど、M422A ですね。対戦中の G1 と言われたりするようなものになります。ほんと G1 の元祖っていう形ですね。ポケットはこのような形になっている。で、二段リブのものになってますね。で、きちんとネームパッチも残っているものになっております。コンディション的には、まあ肩のところ結構もう、レザーがダメージきてはいますが、まあ本当にコレクション用におすすめできる一着かなと思います。襟のムートン等もやや剥がれが見受けられるようなコンディションにはなりますね。で、こちら、よいしょ。黄色のステンシルが入る珍しい方ですね。あまり見かけない方になっております。で、こちら、サイズ表記の方が40ですね。40の一着となっています。サイズ的には、まあ非常に着やすいサイズにはなるかなと思います。非常におすすめです。こちらでお値段の方が98,000円に消費税となっております。続いてパンツ類の紹介になります。ポロのこちらのタグがつく一着ですね。サイズ表記の方が3430表記のものとなっております。ネイビーボディのカーボタイプですね。非常に洒落てますね。きちんと膝当ても入っているようなものになっております。バックはこのような形ですね。綿の擦れも少なく、まだまだ着用していただけるコンディションかなと思います。全体的にやや使用感はあるかなという程度です。こちら実寸の方が3631ですね。まあ、表記より全然大きいサイズにはなりますが、非常に雰囲気いい一着かなと思います。こちらでお値段の方が9800円に消費税となっております。続いてブラックデニムの紹介になります。よいしょ。パッチが残っていて555ですね。この3632表記のものとなっております。オレンジタブが付く一着になっておりますね。よいしょ。まあ、全体的にまだまだ色落ちが進んでくれそうないい色味の一着かなと思います。若干全体的に色落ちはしているようなコンディションですね。バッグもこのような形ですね。またのそれもあまり見受けられないですね。コンディション的にはいいと思います。こちらで実質のは3632ですね。非常にいいサイズです。まあ僕ぐらいのサイズの方なら全然かけるサイズかなと思います。こちらでお値段の方が15,800円に消費税となっております。続いてもブラックデニムですね。よいしょ。こちらですね。505の3630表記のものとなっております。赤タブもきちんと残っていますね。こちらも色味きちんと残っている一着になります。きちんと飴製のものになりますね。こちらも。よいしょ。こちらもまだまだ色落ちしていくような濃い色味の一本になっております。目立ったダメージもないですね。またのところやや擦れがあるかなというようなコンディションにはなっていますが、まだまだ履いていただけると思います。こちらが実質ね、3430ですね。ウエスト2インチ縮んでるような形になっております。サイズが非常にいいと思います。こちらでお値段のが29,800円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらもパッチが残っているものになっております。505ですね。すべてちょっと読みづらくなっていますが、3432表記のものとなっております。こちらもオレンジタブの一本ですね。こちらもきちんと飴製のものになっております。よいしょ。こちらは、まあ先ほどのものと変わって、まあ非常に雰囲気ある色落ちしている一本ですね。かっこいいですね。ここまでブラックデニムできちんと色落ちするのはなかなか少ないかなと思いますので、少ないかなと思います。きちんと
まあ、色落ちしてるところが少しダメージありますが、まだまだ履いていただけるコンディションの一本かなと思います。こちらで実寸の方が、3432ですね、のものとなっております。まあ、表記と変わらないものとなっておりますね。こちらでお値段のが 29,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。こちらもパッチが残っている517ですね。34ニック表記のものとなっております。で、こちらもオレンジタグきちんとついていてですね。まあ若干ところどころダメージ等は見受けられますね。で、フロントも綺麗な色落ちしてますね。多少のヒゲが入ったりと、まあ膝のところ多少汚れだったりとかついていますが、非常に雰囲気いい一本かなと思います。こちらが実寸が3428ですね。レングスがやや縮んでいるような形ですが、まあ、レングス短いもの非常に少ないと思うので、お好きな方はいいと思います。こちらでお値段の方が 19,800 円に消費税となっております。続いて、リーになりますね。こちらが、リーのウエスト表記入りの方ですね、サイド黒タグの。で、MR 表記があるものになっております。こちらが、当て布がつかないタイプになるの200番台に入っているものになっております。まあ、色味的にも非常に、まあ、リーらしい縦落ちをする一本かなと思います。雰囲気いい一本だと思いますね。バッグはこのような形です。まあ、多少の色落ちは見受けられますが、まだまだ色落ち楽しめる一本かなと思います。こちらで、実寸の方が35の、まあ、32.5 ですね。やや中途半端丈になってますが、まあ非常にいい一本かなと思います。こちらでお値段の方が 49,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。よいしょ。パッチの方は取れてはいるのですが、501になりますね。で、タブの方もカットされてしまっているようなコンディションですが、よいしょ。ウエストがシングルなのと、きちんと、V ステッチが入っているものにはなるので、ビッグEのウエストシングル、まあ初期のものになると思います。で、全体的に、まあ髭含め雰囲気あるリペアもされているクラッシュ系のデニムにはなるかなと思います。非常に雰囲気はかっこいい一本ですね。ポケットのところもダメージリペアされていますね。他に目立ったところはないかなと思います。こちらで実寸で2726ですね。非常にちっちゃいサイズですね。まあ、サイズ感合う方、またはお子さん等にも非常におすすめできる一本かなと思います。こちらでお値段の方が 29,800 円に消費税となっております。続いて、デッドストックのデニムを紹介していきます。まず最初にこちらですね。品番があまり見ない717というものになっております。で、サイズが 28-31 となっております。で、フラッシャーとゲラチケもきちんとつくものになっております。ビッグEの年代ではないですね。こういうようなストレートなシルエットのものになっております。まあ、ボタン時のダメージ等も少なく、ややお尻のところ、擦れが見受けられますが、着用に問題はないかなと思います。まあ、コレクションとしても非常にいい一本かなと思います。こちら表記で、ニッパチ31ですね。で、お値段の方が 12,800 円に消費税となっております。続いてこちらですね。滲んでしまってはいるんですけど、646の1本になっております。表記のが 25-33 ですかね。になっております。646のウォッシュドのデニムになりますね。まあ一回洗い入ってるので、まあ柔らかい1本になっております。こちらも雰囲気は非常にいい1本ですね。まあコレクションにもおすすめできる1本かなと思います。こちらもきちんとフラッシャーは残っている1本にはなります。珍しいと思いますね。こちらで、実寸のが2632ですね。まあ、表記よりもやや違ったものとなっております。こちらで、お値段の方が39,800 円に消費税となっております。続いて、こちらスペシャルですね。554ZWX ですね。551Z、まあ、501の前身のユースタイプのものになっております。ウエストが28インチ、レングス29インチの一本になっております。
のような感じですね。本当に見かけない一本だと思います。めちゃくちゃ珍しいと思います、ね。で、ジッパーの方が、グリッパージッパーが使われている一本になっております。まあ、特段目立った保管時のダメージ等もなく、非常にいいコンディションの一本かなと思います。これも本当にコンディション抜群ですので、まあ、デッドストックコンディションですので、本当にいい一本だと思います。また着用する時も、基本的にあまり縮まない02番の生地を使っているので、まあ、着用にも困らないかなと思います。こちらでお値段の方が39万8千円に消費税となっております。最後、バンダナ1枚紹介になります。よいしょ。ネイビーボディのドットパターンの1枚になりますね。きちんとオールコットンのもので、RL、工場番号もきちんと入っているものになっております。ドットパターン非常に少ないかなと思いますね。ただ、少しここに焼けが見受けられるようなコンディションにはなっております。大きさはまあ普通のバンダナと変わらないぐらいの大きさにはなりますね。こちらでお値段の方が7800円に消費税となっております。本日はご視聴ありがとうございました。ベルベルジングループでは買取委託販売の方を行っております。店頭に郵送または持ち込みしていただければ対応させていただきます。ご不明点ある際はお電話もしくは、インスタグラムの DM 等でお問い合わせいただければ対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。